最近のインターネットだるくないですか？だるーい。髪型が変わりました、ミルナです。これこの間水野しずさんとのトークショーのビッグラブで水野さんがやってたやつなんですけど、最近のインターネットだるいですよね。なんかツイッターとかも昔は結構楽しくて、なんかこのみんなでアホなこと言ってわははみたいな、なんかダメなうちらイエーイみたいな、ダメなうちらだけどやってけぜイエーイみたいな感じだったんですけど、最近結構なんかみんななんか志が高いし、すごいなんかみんな常に何かに怒ってるし、でなんかその結果なんか世界が良くなるんなら私も参加するけど、別になんか世界の方もそんなに変わってない、何も変わってない、結局同じことの繰り返しみたいになってて、なんかただただ無意味にみんな怒ってて怖いみたいな感じになってて、すごいなんか最近のツイッターだるいよね。でそれでインスタが楽園かといえば、なんかインスタもどこか馴染めず、で YouTube は最高かと思えば、 YouTuber は YouTube でなんかこうバズらなきゃいけないみたいななんかやつがあったりとか、この動画はこの調子でグダグダ喋ります。なんか YouTube の世界に一つぐらいこの全然なんかバズる気ないものがあってもよくないですか？すごいなんかこのバズらせるぞ、すごい有名になるぞみたいなものがちょっと多すぎるから、もっとなんかやる気ないものがグデーってそこにあってもいいって私は思うから、この調子でやります。で何の話だっけ、あそうだ、インターネットがだるい話だ。インターネットだるーい。だるーい。でだるいから、じゃあどうすればいいかっていうと、最終的にはうちらリアルで会おうぜってなるよね。でこれかわいいカルトの宣伝動画なんですけど、ちょっと待って、止めないで、まだ見てて。っていうのはその話はね、切り離せないの。なんかさ、世の中って地獄じゃん基本的に。でなんか私は地獄も地獄で素晴らしいと別に思ってなくて、前回の動画で天国とかキモそうって言ったんですけど、正直天国めっちゃ行きたい、めっちゃ行きたい、マジで行きたい、めっちゃ行きたい、めっちゃ行きたいけど、でもなんか天国があるとしたら、多分それは私向きの天国じゃないと思う。多分なんかあんまり私と気の合わない多数派の人が作ったなんか怖い感じの天国だと思ったから、それは行きたくないんだけど、なんか世界が地獄だから、なんかちっちゃい天国をいっぱい作っていくしかないと思ってるの。なんか自分と気の合う、こうなんかミルナちゃんって変わってるよねへへへって言ってこないような、ちょっと怖い人のいない、なんか怖い人っていうか、なんか気の合わない人だね、別に悪いわけじゃないから、気の合わない人がいない、気の合う人のこうちっちゃい天国を作って世界征服していくしかないと。私はハッピー王国を作って、ハッピー王国で世界征服したい。って思ってる、マジで。これね、マジで本気。だから、何の話だっけ？そう。ちっちゃい天国いっぱい作りたいよねって話。で、ちっちゃい天国、なんかインターネットが地獄で、世界は地獄で、だから、ちっちゃいリアルの天国を作りたいの。で、それが可愛いカルト。さっきから可愛いカルトって何って人がいると思うんだけど、じゃじゃん。12月1日に原宿でファッションパーティーをやるんです。イエーイ。これで5回目です。で、あなたにとっての可愛いをファッションのドレスコードにしてて、だから、あなたにとっての可愛いを身にまとって、この日はみんな最強の可愛いになって集まるっていうイベントで、なんとなんとなんと、ケラー、ファッションウェブマガジンのケラが、ケラのスナップが来てくれます。イエーイ、びっくりした、マジで。いけると思ってなかったから。めっちゃ嬉しい。で、めっちゃ嬉しい。で、なんかね、この宣伝はほどほどにするから止めてみてほしいんだけど、このめっちゃ最高のブランドさんがめっちゃ来るから、
絶対これは絶対に楽しい。しかもジャルドンドルセーヌってみんな知ってる、あの竹下通りじゃなくて、なんかこのブラームスの小道っていうところにあるガラス張りのめっちゃおしゃれなあのレストランなの。マジやばいからね、これは絶対来るべき。あの私マジこんなにやる気あることないから、マジこれが最後か、あのもっとずっと先になると思う。こんなにバリバリに贅沢なファッションパーティーは、やっぱりね、うちらはなんか最終的にリアルで会うしかないと思う。インターネットで誰かを見ててもそれは結局なんか虚像だし、別に私は虚像アンチじゃないから、虚像を愛すことも愛のうちだと思うし、いいと思うんだけど、なんかね、私はリアルにしたい。リアルだな、なんか現実すぎるって思うもんね。私バーチャル YouTuber やってたけどさ、なんかバーチャルマジすごいけど、で VR チャットもやってたし、なんかそれもねリアルの一部だと思うの。私別にインターネットフェイクだと思わないから、 VR チャットはやっぱリアルの一部だと思うけど、あのバーチャルもすごい、バーチャルもすごいけど、リアルめっちゃすごい、マジで。なんかリアルってやばくない？いやなんか当たり前なんだけどさ、すごいなんかこのあれだ、今なんか映るんですとか流行ってるじゃん。映るんですっていうのはなんかアナログなカメラって言ったらいいのかな、このパシャって撮ったらこのフィルムに絵が焼かれて、でわざわざ現像しに行かないと絵が見れないやつなんだけど、それがなんかすごい流行ってるらしくて、でそれはなんでかっていうと、やっぱり今このデジタル世代じゃん。うちらってさ、生まれてきたらインターネットがあったわけ。でさ、でなんかインターネットとかデジタルとか当たり前のうちら的に、やっぱりその写真撮った後スマホに読み込めなくて現像しなきゃいけなくて、現像してもなんかまあデータにもできるけど、データじゃなくて写真で来るみたいなさ、そういうなんかアナログさがすごいなんか新しいわけじゃん。今なんかさ、デジタルが超当たり前だから、なんかアナログすごくねっていう流れが揺り戻しで来ると思ってて、私はだからさ、なんか来ると思う来ると思うし、別になんか世界の流れがどうであろうとも、私はやっぱ今はもうリアルで会うしかないと思う。リアルだよ。なんかね、インターネットであってもしょうがないとは思わないの。インターネットの友情からマジにマブダチになった人とか私いっぱいいるし、でもなんかね、リアルやっぱすごいって思う。でさ、なんか話戻るんだけど、この話絶対したいから戻るんだけど、すごいさ、イベントなんて儲からないって言ったじゃん。であれマジで、私あの誕生日生誕祭やったじゃん。生誕祭を自力でやったんだけど、それとかもなんかもうほぼほぼ赤字ぐらいででもさ、すごいなんか私製品とか全然クソだと思ってて、だってさ、なんかお金ってラブじゃん、商業ってラブじゃん。すごいなんかさ、お金をあげるってさ生きろじゃん。だってうちらご飯食べるためにはお金が必要なわけだから、なんかじゃあこれが欲しいからこのお金をあげますっていうのは、もうそれはあなたに生きろっていうことじゃん。儲かってることが悪いことだからっていうニュアンスで言ったわけじゃないっていうのを言いたかった。お金はね、生きろだよね。だからなんか一応その私は今そのアクセサリーとか服とかを作ることだけで生活させてもらってる。それはやっぱりそのいろんな人がなんかそこまで生きろっていう気持ちを込めてないかもしれないけど、そのアクセサリーが欲しいって思ってくれた人たちの、このアクセサリー素敵だね素敵だね素敵だねっていうことのなんかこの積み重ねで私が生きれてるわけじゃん。つまりなんかみんなの欲しいは私に対する何分の1かの生きろだったわけじゃん。なんかね、そういうなんか商業のそういう仕組みが私はすごいなんかめっちゃビッグラブだと思ってて、よくないなんかそれが世界のっていうか、まあ礎にあることを私はすごいポジティブに捉えてて、すごいなんかこの生きろ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 でみんな生きてるわけじゃん。それってすごくない？マジで。てかさ、世界すごくない？あることってすごくない？すごいなんか超当たり前なんだけどさ、
ご飯食べれて空気が吸えて、なんか空気吸えては違うけど、ご飯食べれて寝れて起きて生きてるのって絶対誰かのおかげじゃん。全部すごくね。え、どんだけビッグラブって思うじゃん。やばいよね。うちらさ、なんか生きてるだけで誰かに愛されてるから生きてるんだよ。なんか、いや、急にどうしたって感じなんだけど、なんか私マジなんかその病んだこととか言った時に、あなたが死んだら悲しむ人もいるんですよったらマジフェイクだと思ってんの。いや悲しむ人おらんだろうとか思ったし、仮にいたとしても別になんかじゃあその悩みを解決してあげるぜってまあならないわけじゃん。フェイクじゃん。って思ってたんだけど、なんか大人になったら結構考え方変わって、それこそさ、私今日あの昼ご飯にあの天ぷらそば食べたんだけど、天ぷらそばだってさ、作ってくれる人がいたから食べれたわけじゃん。それってすごくない？私がその辺の砂とかを食べずにその辺の砂とかをご飯に食べずに済んだわけじゃん。その人が、誰かが天ぷらそばを作ってくれたから、でそれに私はお金を払って、その人はお金をもらって、また別の人のところにとんかつとか食べに行くわけじゃん。すごくない？ラブだよね。世界ってラブで回ってるよねって思うよね。だからすごい、なんか私マジで、結構マジで世界ってラブで回ってると思ってて、結構これなんか私マジでクソネクラだから、なんか結構もう性格悪いし、めっちゃなんかダークサイドの人間なんだけど、だからこそ思う、なんかマジで世界はラブで回ってるって思う。ね、なんかこういうのをさ曲にしたいよね。私マジ曲書くときはマジなんか病んでるから、すごいなんかすぐなんか全て憎いみたいな曲にしちゃうんだけど、なんか友達に田島春子さんって人がいるんだけど、その人がなんか新曲で奇跡コントローラーって曲出して、それがマジいい曲で、すごいなんか なんて歌詞だったかな、なんか運命ってこんなに簡単に解けるよ、見ててみたいな歌詞で、すごいなんかめっちゃ明るいし、めっちゃラブだし、めっちゃビッグラブなの。なんかそんな風になりたいって思ったよね。なんかね、このビッグラブ、この世界がこんなに愛で回ってて、でなんかうちらはこんなに愛し合ってて、なんかだから世界は滅ばないで今もあるんだよっていうのをすごい伝えたいし、でもなんかやっぱそうじゃないこともあるし、世界はまだ完璧じゃないし、憎み合ってる人もいるし、なんか踏みにじってるやつもいるし、いるけど、なんかそれはね、なんか全部絶望なわけじゃなくて、なんか全然うちらの力で良くしていけるんだよっていうのを曲にしたいよね。そっちだよね、伝えるべきこと。絶対なんか世界全部乗ろうとかいうことを伝えるべきじゃない。でもやっぱ闇落ちしてる時もあるからね。闇落ちしてる時もあるから、全然なんかはあ、もう全て憎いみたいになってることもあるけど、ま、基本的には世界選ぶだし、人間も好きだし、人間から好かれるからともかく、うん、みんな好きだからね。みんな好きっていうか、なんか別に、うん、みんな幸せになってくるとぼんやり思ってる。でもそれは好きってことに入んないのかな。なんかみんなこの好きの基準が高くて難しいよね。なんかすごい。じゃあ唐突に指輪の自慢して寝るね。じゃじゃーん、キラ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 。あとね、今日さっき作ったものがね、じゃーん、トイアントワネットのリングです。なんかやっぱりジュエルは大きければ大きいほどいいよね。ガラスでもプラスチックでもいいから、とにかくゴージャスであること、それが大事っていう思いで、このトイアントワネットのリングを作りました。これはでっかいプラスチックに、多分何これ、ガラス、プラスチック、わかんないぐらいだけど、でもすごいなんかね、とにかくでっかいジュエル。すごいなんかさ、日本のアクセサリーってさ、ジュエルがちっちゃくない？ダイヤモンドとかこんなんじゃん。やだ、大きくないとやだ。もっとね、ジュエルはこのぐらいあって、大正解。で
でやっぱさ、そのドイツ行ったんだけど、ドイツめっちゃジュエルが大きい。とにかく最高、すごいね。なんか宝石のルースショップとかに行ったら本当にね、30カラットぐらいあるような、もうどのぐらいって言ったらいいんだろう。ちょっとね、私の指にいます。あ、これかな。でももっとでかい、もっとでかい。まあ、とにかくめっちゃでかいジュエルとかが200ユーロだから3万ぐらいで売ってて、すごいさ、やばくない？こんなでっかい宝石、こんなんさ日本じゃ売ってないじゃん。最高。いや、日本のなんかちっちゃいジュエルもそれはそれでなんかちっちゃくてキラキラしててめっちゃ可愛いって思うんだけど、でもなんかやっぱジュエルはね、でっかくやるべきだよね。でかいジュエルいいよねっていう話で寝ます。あ、だからでかいジュエル作った。やっぱジュエルはね、でかいことが大事。とにかくゴージャスであること。それは別に100万とかじゃなくてもいい、1万とか5000円とかでもいい。なんか値段が重要なわけじゃなくて、ゴージャスであること。大事なのは魂だからっていう感じで、今日は寝ます。おやすみなさい。